べなきゃダメよ。病気だってよくならないのよ。本当、いらない。じゃあ冷めても食べられるようにパンケーキでも焼いておこうね。そう言うと姉は私の部屋から出て行った。手にはいつものハンドバッグと、この間冷蔵庫で見た箱と同じマークが書かれた手先袋を持っていた。姉が出て行った後、私はさっきの姉の電話の内容をずっと考えていた。私が長くないってどういうこと？ひょっとして私は死ぬの？そもそもなんで私はこんなに病弱なんだろう？さっきの電話の相手はやっぱり彼氏なのだろうか？ひょっとして私は姉にとっては邪魔者なのだろうか？考えているうちに疑問はどんどん膨れ上がり、眠ることができなくなってしまった。ちゃんと姉に聞いてみようと思いドアに近づく。すると隣の部屋からまた姉の声が聞こえてきた。そうなの、夕ご飯もいらないって。電話の相手はさっきの彼氏だろうか？それはないと思う。私の人にあげるわけないじゃない、あんなにいっぱい買ってきて。私が太ったらあなたの責任だからね。次の日の朝、姉が心配そうに部屋に入ってきた。おはよう、具合はどう？ええ、今日はだいぶいいわ。昨日は迷惑かけてごめんなさい。あら、パンケーキもちゃんと食べてくれたのね。ええ、あれから夜中にお腹が空いちゃって。やっぱりお姉さんのパンケーキは世界一。こんなことになって驚いてるでしょ。それは恋人からの手紙だった。そこには中庭でフレイヤと秘密の結婚式を挙げると書いてある。そして子供と3人で王国を出奔し、新生活を始めようとある。